はい、こんにちは。フォータイムジップのユッキー改め、脱兵の民の村長です。脱兵の民の皆さん元気ですか？なんか今日上から撮られてる気がするよ。画角的になんかちょっと様子がおかしい。はい、ということで本日はですね、どこかのメーカー縛りでなくていいので、ユッキーさんが気に入っているプチプラのコスメでフルメイクをしてほしいですっていう要望がたくさん来ております。なので本日はプチプラのコスメ、メーカー問わずでフルメイクをしていきたいと思います。ただしかしですな、日本の文化においても世界の文化においても一つの国に存在し得る人々は生活水準というものが異なりまして、どこまでがプチプラなのか、それが明確にわからない。脱兵の民の村長はこう思った。1000円以下がプチプラなんではないか。だがしかし、1000円以下になるとメーカーが縛られてしまう。そんなのなんかつまんない。ちょべりは超つまんない。なのでなるべく安いコスメではやっていくんですが、1500円以下のコスメで本日はやっていきたいと思います。はい、でね、私ですね、こうやって今2段しかないけど、まあ、実は言うとですね、8段ぐらい積み重なって自分の部屋に置いてあります。それぐらいコスメを持っていて、でまあ気に入っているものっていうことだったので、まあ、新調したコスメではなく、なおかつレビューもあまりしたことないコスメで、なおかつプチプラのコスメっていうことで、まあ選ぶのが大変でしたが、フォータイムジップユッキー改め脱兵の民の村長が気に入っているプチプラコスメでフルメイクをしていきましょう。はい、ではまず下地です。こちらセザンヌ UV ウルトラフィットベース N 毛穴カバータイプ SPF36PA2+ です。はい、でちなみにですね、私こちらキャンディードールブライトピュアベースラベンダー化粧下地っていうのも、たまに使ってました。ただプチプラって考えると、セザンヌの方は680円、そしてこちらのキャンディードールの方は1490円、超ギリなので、まあ値段を考えたらこっちのセザンヌの方を使おうかなと思います。はい、では塗布していきます。ちなみに色はライトベージュです。そしてちょっとツヤ感が出ます。はい、こういう感じです。まあだいたい保湿を取る下地って伸びがいいですが、このセザンヌもすごく伸びがいいです。では塗布していきます。懐かしい、この感じ。あ、なんか今思えばオンリーミネラルとちょっと似ててふわふわしてる。はい、下地塗布しました。まあキャンディードールはいつかもし要望があれば使いたいと思いますので、また楽しみにしていてください。はい、では次ファンデーションです。このまんまセザンヌ使うでもいいかなとも思いますし、こちらのキャンメイクのパウダーファンデーションでもいいかなと思うんですが、どうせなら出したことないやつ出しましょう。はい、では本日使うファンデーションはこちら、インテグレートリアルフィットリキッドオークル20番 SPF30PA2+ です。はい、でこちらをですね、撮影で実際と使ったことがあって、すごく良かったのでヘアメイクさんからいただきました。ただ今までレビューもしてこなかったし、インテグレートのレビュー自体をするのがおそらく初めてだと思うので、まあ、この機会にちょっと使いたいと思います。では手の甲に出します。でよく振ってから出します。なんかこの顔面白いってみんな言うんだよ ね。ハート型になってて可愛いです。でよく振っても結構サラサラめのリキッドです。でテクスチャーの硬さは ST ローダーにちょっと似ていて、こうやって垂れてきてしまいます。大変や大変や。ではブラシで伸ばしていきます。で結構ツヤ感出して保湿があるファンデーションなので、伸びももちろんいいです。はい、では塗布してみました。ツヤ感が顔にあります。すごくカバーをしてくれるっていうわけではないんですが、薄くてツヤ感を出してくれるので、まあ、粉吹きをしてる時に私はよく使ってました。粉が吹いてる時に不老不死のクッションファンデ使いたいなって思っても、結局値段が値段で高いので、その時の代用として、プチプラで購入できるかなとは思います。はい、でちゃんと
スポンジで整えてあげて、次はいつものおなじみのこれを入れます。はい、こちら資生堂のスポッツカバーです。はい、で塗布していきます。プチプラどころかもうコスパがめちゃめちゃいいので、もう全然減らないですこれ。はい、塗布しました。はい、では次シェーディングです。シェーディングはこちらセザンヌシェーディングスティックフェイスカラーです。はい、で私よくメイベリンのデュオスティックっていうのを使っているんですが、それを使う前はこれを使っていました。では塗布していきます。で私は結構直接そのまんま行ってしまいます。で私なんでメイベリンに変えたのかというと、メイベリンよりセザンヌの方がちょっと油が強いので、それでメイベリンの方に変えました。はい、シェーディング塗布しました。はい、次ハイライトです。こちらセザンヌフェイスコントロールカラー02番ホワイトパールです。私これ結構キャンメイクとセザンヌのパウダーはよく使ってました。では塗布します。うん、パールが入ってるんですが、すごく目立つパール感ではないので、うん、結構好きで使ってました。はい、塗布しました。では次アイシャドウです。はい、こちらキャンメイクジューシーピュアアイズ04番です。はい、では塗布していきます。はい、でここからはお好みなんですが、この茶色い部分に少しキャンメイクウィンクグロアイズ01番こちらを足します。茶色にさらにグラデーション作ってあげる感じです。はい、そしてこちらもお好みなんですが、マジョリカマジョルカオープンユアアイズ BE101 番アイシャドウでダブルラインを作ってあげます。少し指でブレンディングさせながらいきます。はい、そしてこの濃い茶色をダブルラインに引きます。はい、こういう感じです。はい、で次もお好みです。こちらマジョリカマジョルカシャドウカスタマイズ GD822 番を使います。最後にツヤ感を足してあげます。はい、こういう感じです。今ちょうど編集を始めてたらアイラインだけちょっと消えていたので、ちょっと別撮りですみません。アイラインはケイトのデジタルメモリーライナーのブラックです。まあ、値段的には1400円で高めなんですが、まあ、落ちないとかいろいろな実用性考えると、ちょっとこれぐらいは出してアイラインは使いたいなっていう気持ちでこれを選びました。では動画の続きをご覧ください。おそらくアイラインを描いてアイラインをぼかすところからだと思います。では、はい、では次マスカラです。私最近これ超気に入ってます。こちらマジョリカマジョルカのラッシュキング BK999 番です。ボリュームとロングを両方とも兼ね備えた素晴らしきマスカラです。これがちょうどいいロングさもボリューム感も塗ってきます。はい、こういう感じです。では次はこちらネオバターロール。普通にお腹すいた。はい、では次こちらキャンメイクアイブロウペンシル02番ウォータープルーフ、こちらで眉毛を描いていきます。
はい、こういう感じです。はい、では次こちらキャンメイクミックスアイブロウ05番です。はい、こういう感じです。はい、では次こちらヘビーローテーションカラーリングアイブロウ01番イエローブラウンです。これで眉毛を塗っていきます。うん、キャンメイクでも出てるんですが、ヘビーローテーションの方が落ちないので、私はこちらの方が好きです。はい、では次、チークです。こちら、マジョリカマジョルカのクリームデチーク RD310 番です。クリーム状のチークです。で、私個人的にこのマジョリカマジョルカのパフデチークフラワーハーモニーの方が好きなんですが、お値段はこっちの方が安いのでこっちを使います。まあこっちも嫌いなわけではないです。はい、こういう感じです。はい、そして最後フェイスパウダーです。こちらセザンヌ UV クリアフェイスパウダー01番ライト明るい肌色 SPF28PA3+ です。で、こちらのセザンヌはSPF28PA3+ なおかつ UV になっていて、紫外線吸収剤不使用、無香料、無香物油、タール形色素不使用、アルコールフリー、パラベンフリーっていうのがついています。では塗布してみます。うん、パフはですねキャンメイクとそんなに変わらずです。はい、で最後唇です。これ最近私はすごく気に入ってます。キャンメイク Your Lip Only Gloss 04番です。これかわいい。はい、ということで完成しました。はい、これが1500円以下のコスメを使ったフルメイクです。はい、ということでまあ今日ほぼ初めてレビューするようなコスメばっかり出したと思うんですが、まだまだたくさん実は言うといただいたものとかでもあってレビューできてないものがたくさんあります。最初に言ってたキャンディードールの下地とか、まあこのキャンディードールのフェイスパウダーとか、リスナーさんがおすすめしてくれてたポイントマジックプロもまだ開けてないですし、メイベリンのファンデーションもレビューできてないし、このキスマットシフォン UV ホワイトニングベース医薬部外品の下地も紹介できてないし、ね、このチークもまだレビューもできてないし、まあいただいたものとか、あとはやっぱりその時にはまあ今と違う仕事してて、まあお金がなくてとかでプチプラのもの使ってることが多かったですし、まあその時はねもうこのあざを消そうという意欲すらもね失っていた感じだったんですけど、ただ今日出さなかったものに関しては、まあ、もうこれは1500円超えしちゃっているので、まあ、出さなかっただけでもあるんですが、まだまだ山ほどとやることがあるってことですね。本当は今日も一個一個こういうものですよ、こういうものですよっていうのをきっちりそのコスメの特徴とかつけ心地とか、まあ匂いとか、そういうものとかも伝えたかったんですが、一応今日はまあコスパがいいもの、プチプラなものでメイクをフルでするっていう、何を使うかっていう紹介の方が強かったので、なので今日使ったコスメであったり、まあレビューしたことないですよっていうコスメとかパパパッと出したと思うんですが、何か気になるものがあればちゃんとそれもレビューしたいと思いますので、まあコメント欄とかに要望書いていただけたら、ありがたいです。まあ何かと何かを比較してほしいとか、またそういうのもねちゃんと一個一個のコスメを大事に、レビューしていきたいなとは思っております。本当に実際と私こういう感じで全部コスメの箱を残してます。だから下地だったりとかすれば、まあね、なんか成分自分で何が合わないのかっていうのを探さなきゃいけなかったりとか、まあみんな大体箱買いっていうか箱に書いてある文字を目安に、まあ、選ぶことっていうのが多いので、この箱に書いてあるこの文章の意味はこういう意味ですよっていうのをちゃんと伝えたくて全部箱とかも取ってありますね。一個一個ちゃんとやっていけたらなと思います。
これが AB 型の A 型部分です。はい、ということで、まあ、今回はざっくりでしたが1500円以下のコスメを使って、まあ、ただ安いだけではなくちゃんと自分でこれはこうだから少し妥協して高いのを使おうとか少し一個上のランクのものを使おうとかっていうのも考えて気に入ってるもの、なおかつレビューもあんまりしたことがないものっていうのをちょっと一生懸命考えてメイクしました。もう集大成みたいな感じですね。まあ私もコスメが多いので下地の中では一番これが気に入ってるとか、まあそういうのもやれたらいいなと思っております。はい、ということで本日はおそらくまだ編集してないですが長くなってるんじゃないかなとは思ってます。なので長い時間ありがとうございました。はい、また動画でお会いいたしましょう。フォータイプチップのユッキーでした。